のダメ、なにこれレイ、ダメレイ、どうしたの。俺さ、一昨日くらい直したばっかりなのにもうさボロボロにしてんの。さっきからダメって言ってんのに言うこと聞かない。ちゃんと買った方がいいよ。うん、いっぱい怒ると怖そう。これロメ入れてると聞かないもん。レイ、ダメ、もうちょっと厳しい方がいいよ。レイ、ダメ、終わり、おいで、レイ、おいで、おいで、あっち行って。かわいそう。なんで撮ってるの。ちゃんと凝ってるかな、撮りたかった。怒らないじゃん、いつも。かわいそう。何やったの。昨日さ、タオル使ってさ、ここさ、直したのにさ、またボロボロにした。ロッキーは壊さないのに。見て、かわいそう、ドアの前にいる。もうちょっと厳しくしないと、言うことがなくなるよ、今度は。甘すぎるよ、ロミオ。怒るときは、まあ、厳しくして、甘いしないで。うん。それ、まあ、ロミオのために、レイのために。うん。うん。甘すぎる。だから今度はちゃんと怒って、厳しくして、で、レイ、わかるよね、あ、怒ってるんだ。かわいそう。で、これアップするよ。ロミ甘いで、うん、甘いで怒らない。はい、皆さん見てもらった通り、ロミはレイに激甘で、あんまり厳しくできないんですよね。甘くてロミレイに。まあさっきのもそうなんだけど、レイがね、最近ベッドとかすごいボロボロにするので、一昨日直したばっかりなのね。でっかい穴を埋めて直したばっかりなのにまたボロボロにして、まあちょっとずつレイダメだよって言ってるんだけど、ロミ甘いからちゃんと言うことは聞くんだけど、ちょっとしたらまた始めちゃうの。お父さんが厳しく怒るともうやんないのね。でもロミ甘いからなんかかわいそうになっちゃって、怒るんだけど優しい怒り方だから、時間経ったらまたレイがね、いたずら始めちゃうので、結構前にめっちゃ厳しく怒ったことがあって、ロミ、そしたらレイがなんか怖がっちゃって、こんな感じで上目遣い見てきて、でロミが「ごめんねレイ」ってやっちゃったのね。そしたらお父さんに怒られて、怒るんだったら怒って分かんなくなっちゃうからって。いきなり、さっきまで怒ってたように、いきなり優しくなったら「なんで?」みたいになるから、怒るときはちゃんと怒って。ちゃんと時間経ってからまた仲直りみたいな感じにしなって言われて、でそれやってるつもりなんだけど、ほらああいうのとかドアの前で鼻ってやってんの。入りたいって言ってる。で、まあ、最近ね、レイ、マルミの言うことは聞くんだけど、最近しつこいんですよレイ。まだ子供っていうのもあって、ロッキーとリクが寝てるのに遊びたいからって言って、しつこく起こして遊ぼう遊ぼうみたいなのやって、よくないじゃんそういうのも。ロッキーとレイ寝てんのに嫌じゃん。リクとかすごい怒ってるし、でそういうのも怒ってるんだけど、ロミ、まあ、ロミの言うこと聞くんだけど、さっきも言った通り、時間経ったらまたやっちゃうみたいな。お父さんが怒ると本当にビビって、もう絶対にやらないの。もうパパがリーダーみたいな感じだから。でもロミがね、本当になんかまだまだロミの中でレイが赤ちゃんなんですよ。だからもっと厳しくしないとなと思ってるんだけど、可愛い顔でさ見られると厳しくできないんだよね、本当にね、リク。でロッキーの時もロミね、最初の頃甘かったりしてたんだけど、まあ直してって、まあ今は普通に厳しくできてるんだけど、まだねロミの中でレイが赤ちゃんなんですよね。赤ちゃんに怒れないじゃん。でもちゃんと怒んないと思うんだけど、なんか優しいんですよロミ、怒り方が。レイダメダメだよダメって。
お父さんは、えいみたいな、ちゃんと低い声で怒るみたいな、ちゃんと怒ってるってわかるみたいな。だからロミ、怒り方が優しいからレイも怒ってるか分かってないんですよね。ロミが怒ってる時に尻尾振ってる時あったね。だからそういうのも本当に直されたら、え、ダメだよって言ったら、さっきもさ、なんか尻尾振ってて、怒ってるって分かってないから、ちゃんと厳しくしないとなって。だからロミは一番、ちゃんと厳しく怒れないから、ちゃんと怒って、まあ、普通に怒って、違うところに連れてったら、ほら、お仕置きだってわかるじゃん。悪いことしたからこっち連れてかれちゃったんだなって、今みたいに。だからそういうのをやるようにしてるんだけど、ちゃんと口でも、怒ってるって分からせてあげないとなって思います。まあ、おもちゃとか壊すのはね、別にしょうがないと思ってるの、消耗品だから。おもちゃはベッドとかさ、一昨日直したばっかりなのに、ベッドはダメって言ってるの、本当に。壊したりするのはね、おもちゃならいいけど。ロキおいで、ね、ロキ、ロキの子供だよね。ロキもちゃんと怒ってよ。で、ロキ優しいのがね、ロキめちゃくちゃ優しくて、ロミとかパパがレイに怒ったりすると、ロキが怒らないでみたいな感じで舐めてくるのね。ロミとレイの間に入って、怒んないで怒んないでみたいな。優しいんですよ、ロッキーもね。ロッキーも絶対怒んないから、レイが、リクは怒んのね。レイがなんかちょっかい出したり邪魔したりすると、ロッキーは絶対に怒んないので、なんか怒ってるのか分かんないけど、しつこいなって感じたら、レイに何もしないで自分で違うところに行くと。こいつしつこいな、あっち行こうみたいな。ねえロッキー、絶対にレイに怒ったことないね、ロッキー多分。あとおもちゃ、おもちゃは絶対に、ルアーさせない、ロッキーは。何？おもちゃ？おもちゃ？おもちゃなの？ダメだ、もうおもちゃってことも気にする。さっきおもちゃ？おもちゃ？ないよ、ないない、ごめんごめん。あれには行きたいかな、うん、まずはじゃあ、このレイと仲直りします。仲直りってないじゃん。厳しい人ね。うん、よいしょ。どうも、ごめんね。レイ怒ってるよ。へい、ノノノノノ、アバホ、お座り。レイちゃん、言うこと聞いてね。分かった？レイ、今日から厳しくするからね、ロミ。もう優しくないからね。じゃあ、まあね、これからレイにはちゃんと、まあロッキーもそうだけど、まあロッキーはね、何もいたずらとかもしないの、大人だし、もう何もしないんだけど、まあレイはまだやっぱりいたずらとかがちょこちょこね、前よりではないけどちょこちょこあるから、そういうのも気をつけて、何かやったらちゃんと厳しく怒りたいと思います。のの、アバホ、言うことは聞くんだよね、ちゃんと。あとね、レイもロミがすごい優しいっていうのが、甘いっていうのが分かるから、お父さんに怒られたらロミのところに来るんですよ。ロミの足元に来て、上目遣いでロミのところに来て、だからお父さんに怒られたらロミのとこ来て、でロミが「あ、大丈夫だよ大丈夫だよ」って言っちゃうから。ほらリーク、今のリークしつこい、ちょっとレイも。リクもね、しつこい時あるんだよね、レイに。はい、じゃあね、ということで、庭に出たいみたいな、庭でじゃあ遊ばせたいと思います。じゃあ今日からまたレイに厳しくしつけをしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。レイおいで。